はい、こんにちは、キトです。今日は渋谷のね、パセラに来てます。パセラってのがね、カラオケ店で結構ハニートーストで有名なんだけど、今日はね、ハニートーストを食べに渋谷まで来ました。だけどやっぱね、一人でハニートースト食べるってのはやっぱりこう寂しい。男一人で食べるのってやっぱどうしても寂しい。そこで今日は渋谷といえばギャル、やっぱね、女性の方もいるとやっぱ盛り上がるんで、今日はね、ギャルの方をお呼びしております。これはこちら、じゃーん。はーい、こんにちは。今日はね、このギャルのお二方、ゆうかちゃんとニーナちゃんとね、今日はハニートーストを食べていこうと思います。でまだね、二人はね、カメラ慣れてないんで、もうちょっとね、また慣れて、これから慣れていくっていう感じなんで。で、二人はね、実は妹みたいなもんで、二人とも。で、まあよく食事だったりとかって行くんだけど、いろいろ楽しいことってのは共有したいんで、まあギャル企画ってことでね、今日は三人でハニートーストを食べていこうと思います。ただ普通に食べるのって面白くないんで、今日はこちら、イエーイ。黒ひげ危機一発。今日はこのゲームやっていきます。はい、2人とも知ってるこのゲーム。知ってます。やったことある。刺していける。そしたらこの黒ひげがバーンって吹っ飛んでいくようなイメージで、でこの黒ひげ危機一発を3人でやるんだけど、飛ばした人が負け、2人だけこちらのごちそうを食べることができます。負けた人、やっぱりね、罰ゲームがないと面白くないんで、罰ゲームご用意しました、こちらの袋なんだけど、え、怖い。何も書いてないところが怖いよ。見てこれ、やばく、ね、まだね、2人は知らないんだけど、こちらをね、負けたら食べてもらえる。え、何？プロテイン？見たい。アキトくんといえば、じゃーん。待って、やっぱ無視じゃん。待って、え、これは無理だ。待って、じゃあ選べるんだよ、ここに5種類いるから。何、紹介して。塩味、大丈夫。ポテチみたいな。そう。これがね、バッタが2匹でしょ、イモムシでしょ、これなんだろう、これ何、これザリガニ。ガリガニだったらよくない。まあ、カニナパラメ。見てみよう、これ超気になる。わー、これやばい、これ無理かもしれない。わかる、この感じ。これはさ、まだいいじゃん。え、なんか香水のにおいする。なんでこんなの買ってきたの。これ、やばくない、この虫たち。これをね、あの負けた人は罰ゲームで食ってもらいます。え、マジで食いたくないよ、マジで。虫って全部で5種類あって、この中から選ぶことができます。え、これ美味しそう。じゃあ早速なんでやっていきましょう。すっごいリアクション。じゃあ今から黒ひげ危機一発ね、今からやっていきます。最初はグッ、じゃんけんパリ。イエーイ。じゃあコーだね、コーだね。危ない、最後危ないな。そっか。じゃあ俺からいきます。これ一発目に飛んだらちょっと嫌かな。いけ、飛べ。やっぱちょっと怖いかもしんない、マジで。上行きました。よし、行こう。うわ、怖いな、これ。嫌だな。飛びそう。
むし。うわーで、やばい。いただきます。よし、あ、俺ダメだこれ。どう噛んで、噛んで。え、なんかめっちゃむしゃし、なんか音はおせち食べてるみたい。どうどう味は。うぅあ、めっちゃシャギシャギ言ってる。あ、気持ち悪い。苦い、はい。苦い。俺ら、なんか食べよう。あ、食べよう。私も食べよう。食べたい。いただきます。あ、ほんだ。え、イガイガする。かわいそう、なんかかわいそうになってきたな。ゆうかちゃん、お腹減ってんだもんね、今ね。お腹減ってます。めっちゃかわいそう。このために朝昼食べてない。マジで。いただきます。これなんかソースいいよ、かけちゃって。大きい。柔らかいんだ、しかも。すごい。いただきます。柔らかいんだね。うまい、うん、いいな。じゃあ、ステーキ黒毛和牛いただきます。うん、うまっ。うん、じゃあ、第2回ね。え、すっごい美味しい。絶対負けない。2回戦いきます。はい、よし、一番前から。次、ニーナ。うん、これニーナちゃん。じゃあ前行っちゃいます。うん、おー、いいね。いいね、いいね。じゃあ俺後ろ行くかな。後ろはまだなんないでしょ。うわー、マジで。これいきましょう、これ。マジこいつ、ちょっとごついやつ、ごついやつ。やばこれ、何の虫これ。これやばくない？なんかセミみたい。え、嘘でしょ。セミじゃない、ゴキブリ。え、嘘でしょ。蜂とゴキブリの一体感みたい。じゃあ、いただきます。いただきます。はい、頼むから。あ、いや、噛めない、噛めない。いや噛めない、これめっちゃ詰まってる。うん、苦っ。どんだけなのこれ。苦っ。これやばいわ。これ負けない方がいいよ。これちょっとえぐいわ。いただきます。どうぞ。いただきます。どう、うまい。うん、美味しい。柔らかい。おいしい。本当にうまそうだ。うまい。うん、おいしい。うん、うん、いいね。うん、うん、いいな、俺虫だったの。なんか俺虫が歯の間挟まってんだ。そう、入んない。ねえ。よし、じゃあ3回戦。はい、3回戦ね。はい、俺から行くわ、じゃあ。はい、今度は勝つわ。やっぱこういうのは言い出しっぺがなりやすいんだよ。そういうことね。そういうこと。頭いいからちゃんと考えておく。じゃあ芋虫いきます。これもう慣れたわ。苦っ。慣れてない。芋虫味違うよ。なんかね、お菓子の味する。え、じゃあ美味しい。うん、あら、怪しい感じの。芋虫が美味しいんだ、じゃあ。うん、芋虫うまい。芋虫バッターとかよりはいいかもしれない。うん、うまいかもね。超うまいやつじゃん。じゃあいただきます。どうぞ。ずっと勝ってる。いいな。やばい、ずっと美味しい。なんかこういうの強いよね。強いかもしれない。なんでだろう。うまい。もう一回やろう。もう一回やろ。俺ちょっと勝ちたいわ。食べたいよって。食べたい。俺勝ちたいわ。もう一回。じゃあこれラストいきます。次俺勝ちます。一発目はビビったわ。じゃあ一発目これでなったらマジギャグだな、俺。よし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 。うん、うん、
もうなんか俺に泣きそうで怖いんだよな。もうえ、硬いんじゃない？硬いんじゃない？わぁ、やばい！わぁ、やばい！わぁ、やったー！もうバッタしかないから、あれね。イモムシが良かったのに。この辺が良くない？え、これはグロいって。それ言う。え、これは無理？いけるいけるいける、こいつ、こいついけるいけるいける。じゃあ、いただきまーす。どう？待って破片やばくない？なんか最初は平気なんだけど、うん、なんか噛んでくうちに気持ち悪い。ちょっとね、黒ひげ危機一髪もう飽きてきたんでシュークリーム、ただこの中ね、一つだけちょっとなんかロシアンシュークリーム、ちょっと一つだけね、えぐいらしくて、ちょっと食べていこうと思います。みんなでせーのでいこう。そうだね、せーので食べる。せーのでいった方がいい。中出たらまくる。あ、俺出ちゃった。せーの、うん、クリームだ。おいしい、うん、うまい。あれうまいじゃん。え、うそ、え、うそ。中身何？何？口の中待って、まだいる。シュークリームだと思って食べてるからね。うん、で、シュークリームだった。はい、って感じでね、今日はギャル2人とね、ゲームをやっていきました。このギャル企画がね、もしよければシリーズ化していこうと思うんで、よろしくお願いします。お願いします。って感じでね、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。